手打ちうどん釜揚げ釜揚げとは、茹で上がったまま何も手を加えない食材のことを指す。一般に、釜揚げの状態で食されるものとしては、ちりめんじゃこと呼ばれる、片口はしの稚魚療、大釜の塩水で茹で上げたものが知られる。これを、さらに天日で干したものが、関東で呼ばれる、しらす干しであるが、しらす干しが濃い灰色で、硬いのに対し、釜揚げしらすは、 明るい灰色でかなり柔らかい。そのため日持ちは極端に悪く、冷蔵庫でも数日くらいである。そのまま2杯酢や3杯酢をかけて、食べたり、海鮮サラダなどに入れて用いる。このほか、静岡県特産の桜エビも、地元では釜揚げにしたものを、わさび醤油で食すことが一般的である。兵庫県赤石市周辺では、毎年3月頃になるとイカナゴを、 釘煮や釜揚げにして食す。うどんを茹でて、冷水で洗っていない状態のものを釜揚げうどんという。通常、うどんは茹で上がった麺を冷水で締めたものを再度温め直して供されるが、釜揚げのうどんは冷水で締めたうどんとは異なる、独特のもちもちとした食感を楽しむことができる。宮崎県や徳島県では、比較的ポピュラーな食べ方の一つであり、 近年では釜揚げうどんに生卵を落として生醤油で食する釜玉うどんも広まっている。蕎麦を釜揚げで食するケースは少ないが、島根県出雲地方では茹で汁ごとよそった釜揚げの蕎麦に濃いめのだしを入れて食すこともある。ありがとうございます。